Do you think the crowd are loving this or what? Joel, no one saw this coming. Japan's historic victory over South Africa in 2015 brought belief to a nation, and as Rugby World Cup 2019 beckons, it's the next generation of fans who are building support for the Brave Blossoms. ポスターを何枚かなんか持ってきて、でそれのうちの1枚をもらってここに貼ってます。ラグビー楽しいし好きです。ゆうた、今日日本代表戦楽しみ？楽しみ今日日本代表戦行くのでも初めてだもんね。うん、そうだよね。初めてです。楽しみやんな。昔はすごい弱かったんで、なんかちょっと見るたびにもうちょっと頑張れへんかなと思ってたんですけど、最近ねすごく強くなっててね、もう本当ティアワのイタリアとかとも互角に勝負してるんで、なんかすごい誇らしいというか、楽しみ、すごく楽しみです。もうこの間の試合も日本が勝ったし、今日も日本に勝ってほしい、勝つと思う、頑張ってほしいです。昔はさ、本当の日本代表ってまあなかなか国際試合では勝てなかったんだよね。だんだん強くなってきて、この間なんかもう世界ナンバーワンぐらいの南アフリカに勝ったりしてるんだよね。今日14時から試合、ノエビアで試合があります。分かってる、ユータ、うん、そうだよね。でとりあえずあの友達がもうすぐ来るから、その友達と待ち合わせして、でみんなで電車乗ってノエビアスタジアム行こうか。で行ったらあのなんかね、ファンゾーンっていうのがあって、そこで、まあ、ラグビー体験みたいなのをやってくれてるみたいなんで、それちょっと参加しようか。であとなんか食べ物の出店も出てるみたいだから、お昼ご飯もそこで買って食べて、でのんびりした後に14時から試合観戦しに行きましょうか。今日は田村優選手、田村選手って人が楽しみっていうか、応援したい。ポジションが同じやのスクラムっていうのと、
返しなあかんで、ね、3トライ2人ワールドカップも行けそうな気は。ワールドカップ絶対見たい。いける。